皆さんこんばんは。今回はですね、今回私が買ったカメラの紹介になります。まあ、別にもったいぶってるわけでもなんでもないんですけども、まあもうお気づきにね、察しのいい方はお気づきになられてる方もおられるみたいで、私があの海の上でね、ディンギーこの間買ったんで、そのディンギーで撮影する用のカメラです。海の上でね、もう潮風とか、もう潮風っていうか水の中に落っこちてもいいやつ、海の中にね。で、本当は GoPro かアクションカムにしようかって結構迷ってたんですけど、 2,3 日前の動画でね、秋葉さんがこれ水の中つけてもいいんだよとか言って、でね、なんだろうなそのカメラと思って、ちょっとね調べたら、あ、これゴッパチさんが最近買ったやつじゃんと思ってね、それで、ね、あ、なんだこれ海の中でも使えるんだと思って、10メートルね、10メーター防水なのかな、もちろん海の中つけても平気だし、なおかつ空間光学手ぶれ補正もついてるんですよね。で、ゴッパチさんのね動画見たらすごい綺麗に映るんですよね。で、暗いとこでもちゃんと映ってるし、とか思って、なんだって、じゃあアクションカムとか、あとあの GoPro だとハウジングの中に入れなきゃいけないです。これハウジングの中入れる必要もないしね。あとあの液晶モニターがついてるんで、自分撮りなんかもねできるんですよね。で、これね、あのゴッパチさんのところにもコメントしたんですけど、昔ねこういう i モードのカメラがあったんですよ。知ってます、こういうの、こういうの、これそっくりなんですよね。で、私もそのコメントで書いたんですけど、 P なんですけど、これね、昔こういうね、こういう携帯があったんですよ、これ、ね、ほぼねこれと同じ形状なんですよね、デザインとかそういうのが。懐かしいでしょ。これ P のいくつだったかな。これは全くほとんど使ってないっていうか、なんかあの交換してもらって、新品に交換してもらったやつだから、全く使ってないんですよね。だからビニールとかも剥がしてないんですけど、これ真っさらです。これとほぼ同じですよね。ちょっとあえて開けないですけどね、これね。まあ、あの下にリンク貼っときますんで、まあ、ご覧になってみてください。でね、これ私いくらで買ったかっていうと、ね、今ね、量販店でね38,900円でポイントなし、それで、ドットコムで一番安いのが36,800円だったかな。で、私が買ったのは35,500円で、送料が500円だから36,000円ですが、なんで、しかももちろん新品ですよ、まっさらまっさら。で、ちゃんと販売店のハンコも押してくれて、5年保証とか3年保証とかもうお金払えばできるやつなんですけど、あの別にいかがわしいものじゃないんですよ。なんでかっていうとね、あの実は最近ヤフーショッピングとかヤフーオークションって、あの T ポイントと連動して T ポイントが使えるんですよ。で、それをなんかね、あのキャンペーンで、記念したキャンペーンで1000ポイントボーナスポイントがもらえるんですよね。ただしこれがね、ちょっと期間が短いんですよね。で、私が今スタヤポイントが4000ポイントくらいあって、それでその今回のボーナスポイントが1000ポイント、そのボーナスポイントの期限が今日までだったんですよ。それでね、私ね、で5000ポイントあるわけですね。ってことは、これは3万1000円で買ったわけです、実質。で、期限が今日までだったんで、もう昨日ポチって、でもね、昨日の夕方4時くらいにポチって、もう今朝9時に届いてましたよ、大阪からで、ヒャヒャヒャ電気だと取り寄せなしね。で、しかも38,900円でしょ、ポイントなしでね。で、今回はごめんねって言って、ちょっと値段も下がりすぎるし、すぐ手に入るから今回はごめんなさいって言って、あの今回はこれ、ね、買ったんですけどね。ポイントもバカにできませんよね。私あのポイントとかめんどくさいから大嫌いだったんですけどね、ポイントカードを作りますかとかって言われると、いりませんとか、めんどくさいからって言ってましたけどポイントね、あの大事ですね。だからあのこの間ね、最近私よくイオン行くんで、ワオンカードとか作りましたよまあね、で、これはまた海の上で動画を撮って皆さんにお見せしたいと思います。まあ、今日はちょっとね、何を買ったのかっていうことで、この HDR の GW の 66V を買いましたということでした。3万1000円です。はい、新品です、もちろんね。じゃあそういうわけでしたそれでは皆さん、チャオ。